令和5年4月19日文化人デジタルカーラバンです。司会進行は今週末開塾します令和専攻塾塾との山岡哲秀です。よろしくお願いいたします。今日のメンバーをご紹介いたします。今日は久々にゲストに、スタジオにお越しくださいました佐波優子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつも着物で拝見してるんですけども、ね、はい、はい、今日は作ってきました。こういう装も素敵ですね。ありがとうございます。はい、というわけで、そしてスタジオの方では、千葉科学大学客員教授、元陸将中部方面総監、昼休みの将軍の異名を取ります山下博隆さんです。はい、よろしくお願いします。今日はスカイプ参加となっております自民党前衆議院議員長尾隆さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。長尾先生、今日はどちらにいらっしゃるんですか？聞いてもよろしいんですか？どちらに？今日はこの辺にいます。はい、わかりました、わかりました。はい、いろいろ大人の事情があるみたいで、ね、結構いろんなところでですね、目撃されていて、はい、ちょっと、またよく貧困法制にやっております。あ、はい、まあまあ、そことか信じておきます。はい。さあ、早速行ってみましょう。今日の特集その1、元陸将の戦争分析です。はい、はい、山下先生、それでは、読ませていただきます。よろしくお願いいたします。今何の曲だったんですか？はい、今のは何をおっしゃるんですか？今のは出征兵士を、先生のリクエストを受け止まったんですが、はい、ちょっとあれちょっとマニアックで、ちょっと見つけきれなかったんですね。なるほど、なるほど。はい、ちょっといきなり鶴田浩二さんしかなくてですね。キャンディーズでもよかったです。いや、はい。はい。まず一つ目の話題、はい。はい。ではご紹介します。まず、7.8 事件、犯人、英雄氏が影響か？岸田首相テロとメディアの異常報道について。まず、こちらの毎日新聞の4月18日の記事、安倍氏の国葬や旧統一教会との関係性を批判。首相襲撃事件の容疑者という見出しの記事が出ていますね。はい。はい、もう一個言ってみましょう。はい。では次はサンデーライブ。岸田首相を襲った爆弾の作り方を専門家が紹介。周知する必要ある？煽りと視聴者に怒りもあるそうです。うん。はい。というわけですけどね、山下先生、今回の事件どうご覧になってますか？これはやっぱり安倍さんをですね、暗殺した山上被告を一部、容疑者ですか、一部この英雄視するような、ことがありましたよね。映画を作ってみたりですね。ああいうのが、若干影響してると思うんですよ。それと、やっぱりこれ模倣犯ですよね。何かやって社会をこうびっくりさせようみたいな。だからこういうのが続かないようにしっかりと山上に対しては厳しい処分をしないと続いてしまいますよね。そうですね。はい。はい、どうぞ。もう一つ、爆弾の作り方なんか別に紹介する必要はないですよね。そうですね、これ。本当にね。うん、余計なことだと思いますよ。うん、そんなこと、煽りになってしまいますね。そうですね。煽りだと思います。うん、しかし、今回また、なんて言うんですかね。なんか、山上容疑者の事件とですね、類似点。そうですね。結構あって、もちろん違いもあるわけなんですけども、その類似点として、パイプ状の武器を使って、山上容疑者の場合は銃で、こっちはこう投げるものだったと。そして爆音と煙。がメインになっていてですね。はい。それからですね、逃走経路無視全く考えてないです。捕まる前提でいるということですよね。はい。これがですね、山上容疑者の場合は、宗教で家庭が崩壊して、もう切羽詰まってっていう、そういう自滅的な背景が働いてましたけども、今回の場合は、なんだか、被選挙権がないのはおかしいとかですね。で、裁判までやってですね、で、一審で負けて、控訴審の判決が来月だと。で、その判決前に、わざわざこういう事件を起こすと。絶対に逃げられない事件を起こすと。これ、どう？私もマスコミの報道しか知りませんけど、はい、山上被告、容疑者の場合は、統一教会のね、そういう、その中で、家庭内が崩壊して、
この、鬱積したこの精神状態っていうかね、今回の場合はなんか、いじめがあったり、あるいはそれで家にこもって、一人孤独になって、やはりその中で悶々と鬱積してるって。だからその魂の叫びみたいなのは同じなんじゃないかなと。その叫びを当てる方向を間違ってるっていうのがね、それはあるかなと思いますよね。で、もう一つちょっといいですか？そうそうそう。今回ね、いわゆる、その、画像に撮られてますよね。ある程度、こう、幅広く。で、警備警察官の動きは、良かったと思いますよ。まあ、後から出てくるかもしれませんけど、パイプ爆弾を、聴衆側に少し、こう、やってね。そして、その、防弾板で総理をずっと押していって、避難させたと。まあ、あの行動自体は私は非常に良かったと思いますよ。ただ、警備全般として、投げ入れられたのはアウトですよね。だから、警備体制として、あれを入れてしまって投げられたのは罰。で、投げられた後の SP の行動は丸だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、だから、安倍総理のところよりは少し進んでるのは進んでますよね。あれって、爆弾みたいに投げ込まれた時に、防護板みたいなもので、岸田さんはこうやってましたけど、なんかパンって被せるってことないんですか？なんかあるみたい。僕もちょっとよく知らないですけど、あれ囲ってませんでした。その後バーンって言った時に、あれなんか囲ってたような気がするんですけど、はいはい。確か囲ってたと思うんですよね。はい、でもあれ、なんか自分の方蹴られたら嫌ですね。あ、確かに、自分の方に転がってきたら怖いですもんね。そう、だからそこは、群衆警備と要人警護をどっちを重視するかっていうところですよね。ああいう状況の中でどこにこうやればよかったかっていうのは、まあ、後からいろんなことは言えるでしょうけど、あの場の、SP の判断だとあれしかなかったのかもしれないですよね。なんかね、自分の方転がってきた。慌てて岸田さんの方蹴っちゃったりしてね。そういうことじゃないかな。なんかちょっとそうです、そうでしちゃいましたけどね。もう一つはやっぱり政治家の皆さんと国民の間にその垣根をね、私現職の時に東部方面総監部の幕僚長の時に中央記念式典がありまして、幕僚長じゃなかったかもしれませんけど、総理が来られると、陸幕副長の時か、安倍総理が来られる時に、関越台で総理がこう訓示をするところに防弾ガラスを準備したんです。そしたら、官邸から、やめてくれって言われて、自分だけが囲まれてると、国民との間に垣根を作ったようになるからやめてくれっていうことで、それはもう設置できなくなったんですけど、まあそういう政治家の皆さんのね、そういうそのマインドもありますよね。今からは非常に難しいと思いますよね。はい。で、それで時代が変わりましたんでね、この間アメリカに行った時の、最後トランプさんがゲストの時、もう我々当然、チケット払って、でですね、こうかけてですね、で、チェック受けてるんですよ。それでも一旦外へ出て、長蛇の列で、入り直して、で、荷物検査、金属探知機、全部やり直すんですよ。で、もうえらい時間かかっちゃうんですよ、ね。で、それぐらいやる。ファンばっかし集まったにも変わらずですね。やっぱりその時代の、まあ残念ですけども、変化には対応してる。そうですね、流れですね。はい。中尾先生、いかがでしょうか？そうですね、それぐらいやるっていうことが必要な時代なのかもしれませんよね。で、事故はゼロにはなりませんので、まあ、もし今回のようなことを絶対出しちゃいけないとか言ったら、もうそもそも街頭演説をやらないということであれば、これは防げるわけですけど、まあ、なかなかその辺の落としどころ、まあ、基準をつけるのは難しいことでしょうね。で、記事の方ですけど、やはりまあ、二人の容疑者に共通しているのは、もう魚の死んだような目つきと、あと、妙に冷静なところ。特に今回の容疑者なんかは、うつ伏せに、こう、後ろ手に縛られていてですね、周りをこう、キョロキョロ見渡してるっていう、まあ、気持ちの悪い、挙動をしておりましたよね。でね、私やっぱり、一時流行った、無敵の人っていう言葉、聞いたことあります？あります。家宅の人は知ってるんですけど。無敵の人。はい。つまり、普通犯罪をしようと思ったら、自分が
社会的に制裁を受ける、あるいは家族も困る、留置所に行った、懲役に行った、その後社会復帰できなくなるから困ると。だから躊躇するわけですよね。はいはいはい。ただ二人の共通点っていうのは、無職であったり、失うものもない。家族もどうも、あんまり、関心もない。つまり、失うものがないから、躊躇するものがないっていうことで、これを、インターネットスラングで、無敵の人っていう言い方をするんですよ。で、これは2008年とか7年ぐらいに、私も記憶にあるんですけど、今はひろゆきさんって言ってる、当時西丸ひろゆきさん。ひろゆきさんが、作った、インターネットスラングなんですけど、やっぱね、これから無敵の人が、こういう犯罪に手を染める時代なのかもしれませんよね。つまり、躊躇しないということです。で、もう一つ申し上げたいのは、これやっぱ報道するなとも言えないんですけれど、例えばこの無敵の人がですね、例えば安倍元総理の国葬に世間に何か問いかけたい。また統一教会から票をもらって当選した連中がけしからん。これを世の中に問いかけたい。とすると、今回のようなテロを起こせば、この容疑者の犯人には何があったんだろうかっていうことで、テロリストの目的を達成させてしまって、させてしまってるっていう、こういう側面もあると。だから、報道するなともよう言いませんけれど、こういうところも警備体制と同じように考えていかないと、また模倣犯が出てくるような気がしますよね。で、この爆音の作り方なんていうのは専門家がね、公共財である電波使ってやるなんてことは、これはあってはならないことですよ。そうですね。はい。まあ、ちょっと、いろんな面からね、今回の1回の殺人事件と襲撃事件、もう僕はテロリストには名前を語るなって言うんで、あえて名前はもうこれから言わないことに決めたんですけれども、やっぱ非常に新たな時代のフェーズに突入したんだなという感じがしてなりませんね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のですね、ちょっと話題で、ちょっと一般の方のツイートを2つぐらいちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、では、一般の方の夢まさみ偽物さんの4月の18日のツイートをご覧ください。これを見ていきますと、ボマー木村、岸田文雄は自国民より外国人を優遇する政治家と事実と異なる抽象とか、ね、まあというように、まあこれ犯人がね、うん、そういうことを言ったと、うん、まあだけどそれに対してそれは本当だなんて言ってる人がまあいたわけなんですけども、うんうん、まあまあまあそのこととね、そういう犯罪していいかってこともまた別問ですからね。そうですね。はいはい、政権政策に対する批判と。こういう犯行だから肯定することはできませんけどね。はい、まあ、しかし、その、今回の場合はそれ政治的な関心があるんですよね、この犯人、うん。で、裁判まで起こすんですからね。よっぽど関心と興味と、なんか熱意がないとやんないんですよ、そんなことね。だから、ノンポリだったらやんないじゃないですか。そこがキーなとこだなと思いますよね。あ、そうですよね。あともう一つ、警視、はい、よし、良子さんの4月18日のツイートをご覧ください。はい、こちらのイラストまとめがあります。まあこれはまあ岸田さんが世界中行くたんびにすごい金額の支援をあちこちでしてるんですよね。で、これ例えばこれまあインドとかですね。まあ、はっきり言って別に日本が支援しなくてもですね、彼らの方がどんどん伸びていくわけなんですよね。だからまあこれはいろいろと言われてやってるんだともちろん思いますしね。しかし、まあ日本国内が大変な状況でね、やっぱちょっとこれはどうなんだろうと、まあ思う方もいると
まあ、いうことになるんですけどね。はい、あの先ほどの長尾先生の話でちょっと私も付け加えてもいいですか。はい、どうぞ。あの先ほど無敵の人という言葉がありましたけども、うん、今までそういう無敵の人と呼ばれている人の起こした犯罪って例えば秋葉原で起こった、うん、あの連続の、はい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 、大量殺人事件でしたり、あしたこう一般のどちらかというと弱いと言いますか、通行人などに向いてしまうことが多かったのが、まあ、今回こうして、まあ、元首相、そして首相というふうに、要人に続いているというのも、うん、また、今までと違ったようなフェーズに来てるのかなと。確かにそうですよね。その無差別の無防備の一般の通行人に襲いかかるというのは、まあ、従来のそういう形でして、あるいはあの電車の中で突然暴れるとかですね。それが警備されてるはずの要人に、しかも退路を断ってやるというね。うん。これはちょっと、全然違ってきてますよね。そうですね。ごめんなさい。その件でもう一個言わせてもらっていいですか。はい。あのね、まあ、例えばその、刑罰を厳しくすれば、まあ、犯罪を抑止することができるだろうっていうことを、私も今までずっと語ってきたんですけど、それすらも通用しない人たちが出てきたっていうことはやっぱり認識した方がいいかなと思いますね。そうですね。はい、そうですね。何しろ退路を断ってやるんですからね。そうです。うん、あれ信じられないですよね。だって絶対逃げられないところでこうやってもう一つ投げようとしてあるんでしょ。それはちょっと説明できない行為ですよね。はい。さあ次なんですが、はい、これは大変深刻な問題で山下先生にご説明いただきたいと思います。はい。陸自ヘリ墜落の原因究明です。まず4月の18日の NHK の記事が、陸自ヘリ事故新たに隊員と見られる1人見つかる、計6人にとなってしまいましたね。そして続いていきましょうか、はい。産経新聞の4月の18日のこちらの記事では、陸自ヘリ、記録装置に発信機能なし、自民党会合で防衛省という見出しの記事。そして、朝日新聞の4月の17日の記事では、陸自ヘリ、もがくように飛行か、短時間で墜落、想定覆す発見地点という記事が出ていますね。はい、山下先生、これはどうなってそうですね。今日の段階で、まあ、6名、行方不明者を発見して、まあ、5名の方を引き上げて、残り1名を引き上げるという作業をされていると思うんですけども、まずあの107メーターの下のあの深海の中で、飽和潜水をやってる潜水士には本当に頭が下がると思いますよ。そしてまた、ね、行方不明者を、例えば機内だったら機内からこう出すわけですから、状態によっては非常にね、潜水士の精神的に負担も非常に大きいと思うんですよね。まあ、いずれにしてはあと4名行方不明がおりますので、一刻も早く、救助して、まあ、ご家族のもとに、返していただきたいなと思います。それから、200メーターぐらいを飛行してると、大体ね、定点カメラとかで、最終的に見たときに、で、200メーターの高さから、例えばですよ、完全にローターが止まって落ちたとなれば、200メーターっていう高さは、60階建てのビルの上から、ゴンドラを投げたのと一緒ですから。で、いかに海面とはいえ、ものすごい、質量、エネルギーで落ちてきますから、ほぼコンクリート状態のところに落ちたっていう状況ですよね。だからそういう衝撃の中で、かつ100メーターぐらい潜っていったっていう、このね、凄まじい事故だったと思うんですよね。まあそれはフライトレコーダーなりを回収して、あるいは機体を回収して分析しないと、まあ事故原因はわからないんですけども、2点目で記録装置に発信機能なしっていうのは、フライトレコーダーっていうのがですね、海上自衛隊、航空自衛隊のヘリコプターなんかは、衝撃があったり、海中になると、外れて、浮き上がって、ここにフライトレコーダーがありますよっていう発信装置がついてるっていうことらしいんですよね。うん、陸上自衛隊の場合は、そもそもこの海上を飛ぶっていう設定になってないので、フライトレコーダーはあるけども、その、外れて上に浮上したり、あるいは発信機能がまあないっていうやつなんですよね。発信装置っていうのはその救命無線機っていうのが別にあって、これは強い衝撃とか、
水中に入ったら、発信する装置があるんですけども、ついてたんですけども、今のところそれが、機能しなかったっていう、まあ、衝撃で壊れたかもしれませんから、まあ、定かではないですけど、いずれにしろ全部引き上げないとわからないっていうことですよね。まあ、いろんなことを言われてますけども、まあ、事故だっていうことと、引き上げないと原因はまだわかりませんと。でも、最後に、朝日新聞の方で、見出しですけど、もがくように飛行をしていたかって、見たのかって言いたいんですよね。うん、なんか、もがくようにっていう言い方がちょっとあまりよろしくないイメージですよね。まだ今、行方不明者を捜索して原因もわからないところなんかで、もがくように飛行してもがいてるってことですよ。もうこう、なんとかならないかもがいてる、こう苦悩するみたいな、そういうなんか心理的にあまり良くないような見出しを使ってもらいたくないなと、朝日新聞の方には言いたいですよね。朝日新聞の一部の方がこれ書いたんだと思いますけどね。はい、うん。まあ、常に一部なんで、その一部がいっぱいあるんですけどね、朝日の場合ね。はい。ここで想定覆す発見地点っていうのは、当初想定した場所とやはり全然違ったということですか？それはですね、レーダーサイトでロストしたっていうのは、ある、まあ、ちょっと、ある高さ、高度になるとレーダーが取れなくなりますから、そこだけ見てるレーダーだとそこを見てればいいですけど、これは、対空防空レーダーですから、遥か向こう側を見てるわけですから。だけど、死角はありますよね。で、そこから、ただ、X メートルの高度から下がってしまうと、レーダー取れ、そこがロストですから。それからまだ飛行してれば横ずれてきますよね。だから、ロストした地点がまっすぐそのまま落ちてると思う記者の、その、何ですか、うん、思い込みで書いたっていうこと。なるほど。そうすると、やはり、垂直には落ちずに、やっぱり、まあ、移動しながら。そうですね。まだそこは急には落ちなかったんでしょうねっていうことですよね。うん、低空にはなったんでしょうけど、低空も、やっぱり海岸線を見てますから、下がれって言ったら、150ぐらいまで下がってきますから。150ぐらいまで。これが、一応150メーターを守りなさいっていう、その国のね、基準かもしれませんが、自衛隊の場合は、ヘリボン作戦とかやりますから、もっと下がりますからね。だから、それは民間の、高度制限なんですけど、そこは状況によっていろいろありますから、レーダーからロストする、イコールそこが落ちたとは限らない。うん。それはフライトレコーダーを見ないとですね。なるほど。そういうことですか。佐波さん何かあります？私はこの記事を読むと、1999年に起こった、はい、航空自衛隊の入間基地のジェット練習機が、埼玉県の狭山の河川敷に墜落してしまって、2名の隊員の方が亡くなったという時のことをすごく思い出してしまうんですよね。はい、で、その時に緊急脱出ということを、ベイルアウトって言って告げたのに、結局13秒間ずっと降りないままで、それでなぜ降りなかったかというと、そのまま落ちてしまうと住宅地に落ちてしまうので、うんうん、その飛行機をその川、河川敷まで持って行って、うん、そして、降りていったと。でもその降りたのはもう助かるわけではないんですけれども、そこで降りないと、その整備士さんがちゃんと整備してないから脱出できないんじゃないかっていうふうに後で、疑われたら気の毒だからということで死ぬのが分かっていても、こう、降りていったと。脱出していったと、うん。そういう話を聞きますと、なんかこの、今回の海の事故もきっと最後の最後まで、こうして、なんとかこう、まあ、国民といいますか、自分たちも助かろうと、いらっしゃったんじゃないかなということは考えてしまいます。うん。入間の事案の場合は、ね、最終的に電線切ってですね、一部地域が停電して、落ちた後に航空自衛隊事故が停電を起こしてみたいな報道がありましたよね。ありました。まあ、そういうのを見ると非常に残念ですよね。脱出できたんだけど、今おっしゃったように、市街地があるので、はい、河川まで操縦桿を握ってですね、うん、まあ、なんとか二次被害を出さないように。で、亡くなったわけですよね。脱出する機会がなくて。はい。もう本当に非常に残念な話ですよね。あ、そうでしたね。で、今回もまだ原因がわからない段階から少し変更したような記事があったり、まあ、デマみたいなのがネット上で流れたりね。はい。そういうのは非常に残念ですよね。はい。ありがとうございます。それ、長尾先生何かございますか？いや、もう一刻も早く家族のもとに、返して、あげてほしいなと思います。あと、ま、先週、山下先生が、うん、まあ、おそらく、事故だろうというお話もされてらっしゃったんで、本当冷静かつ、客観的な、分析に触れさせていただいたことは、本当に、記憶に残りました。はい。では次の話題に行ってみましょう。はい。我が国周辺の安全保障環境は悪化の一途をたどっています。
まず4月13日の産経新聞をご覧ください。領域へのミサイル落下予測は戦後初。吉田統幕長。